皆さんこんにちは、花です。今日は私の2021年上半期のベストコスメをご紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、ということでちょっと遅れてしまいましたが、2021年上半期のベストコスメをやっていきたいと思います。2020年のベストコスメはちょっと見送ったんですけれども、2021年は少しずつコスメ熱がだんだん戻ってきたので、その中でも私のお気に入りのものを紹介していきたいと思います。で、今回のベストコスメ全て共通するのは2021年にゲットしたものの中から全て選びましたということで、皆さん気になると思うので早速やっていきたいと思います。まずはベースメイクなんですけれども、ベースメイクは2アイテムございまして、そのうち2つともコンシーラーです。まずは&Bのファンシーラーです。これはですね、もう本当に便利。私は2021年結構ファンデーションをつけない日が多くて、2020年もそうだったんですけど、そういう時って大体日焼け止め兼下地プラスコンシーラーでメイクを仕上げることが多いんですけれども、そういう時絶対これを使ってました。で、この濃いカラー、オレンジカラーを目の下に塗って、それ以外のところをこのベージュのカラーちょっとポイントで塗って、スポンジで叩いてなじませると、ファンデーションしてないのに気になるとこだけはしっかりとカバーされていて、すごくつるんとした綺麗なお肌、アラが隠れたようなお肌になるので、これ本当に大好きです。ベージュの方はね、もう底見えもしてるぐらい、それぐらい使っているアイテムになります。なんと言っても本当に使いやすいし、しっかりとカバーしてくれるし、こういう練り状のタイプって結構重くなりがちなんですけれども、全然重くならないし、本当に大好きなコンシーラーです。そしてもう一つコンシーラー、今日も使ってるコンシーラーなんですけども、パシオエアリーステイコンシーラーの2番を使っております。これもね、2色になっていて、下がちょっとオレンジっぽいカラーで、上がベージュです。ファンシーラーとちょっと使い方は違うんですけど、これは目元専用に使ってます。オレンジのカラーで一番この内側ら辺の濃い部分、カバーしたい部分をまずこれでカバーして、で上のベージュで全体の色を整えるみたいな感じで使っています。そうすると私結構目の下暗くなりがちなんですけども、目の下がすごく明るくなって、お目がパッと明るく見える気がします。先ほども言った通り、練り状って結構厚ぼったくなるんですけど、これ目の下に結構こうやって重ねても全然厚ぼったくならないし、このシワに入り込まないし、すごく使いやすくて、あとなんといってもプチプラです。1100円かな、税込みで買えるのもすごく大きい魅力だと思います。いろんなカラーがあって、グリーンのやつもあって、3種類確かあるんですけど、でこのサイズなので、ポーチにね、忍ばせておいても、メイク直しの時にも使えるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん、お気に入りのカラー見つけて使ってみてください。そして次はアイブロウです。アイブロウも今日使っていますが、ファーシーズのこちらのアイブロウペンシルがすごくお気に入りです。これはですね、提供の動画で初めて使って、その動画どこかしらにリンクを貼っておきますが、それですっごいこれに私は惚れました。なんと言ってもこれね、見てわかるかな、ここがねちょっとくびれてるんですよ、このちょうどロゴがあるところが。なので、そこにしっかりとこう指がフィットして描きやすいっていうのと、程よい重さがあるので、しっかりとブレずに眉を描くことができます。あとこのペンシル自体もすごく細くて、見えるかな、三角になっているので、平たく使えばパーって眉頭の方かけますし、このポイントの頂点のところで使うと、一本一本毛がかけたり、眉尻のところがかけたりと、これ一個ですごく便利です。でこのブラシの質もすごくいいので、もう私はだいたいこういう風に両方キャップを取って、描いてぼかして、描いてぼかしてみたいな感じで使っています。本当にこれは描きやすくて大好きな、アイブロウペンシルで、ちなみに今ストックが1個あるぐらいです。そして次がアイシャドウです。アイシャドウも今使ってるアイシャドウなんですけども、そちらがスックのシグニチャーカラーアイズの03番光グレというカラーです。これはですね、ずっと気になっていて、欲しいって言ってたんですけど、私が今いる地元の浜松にこちらがなくてですね、実物を見て買いたいなと思っていたところ、岡山にいる友達が私の誕生日プレゼントとしてこれを買ってくれました。ちゃんと見て私に合いそうな色って判断してくれて買ってくれました。ということで、ピマ本当にありがとうございます。このカラーですっ
ごい使いやすいの。何が使いやすいかというと、このアイシャドウパレット一つでナチュラルメイクから今日みたいに割とこうしっかりしたメイクまで幅広いメイクができるのが私の中のすごくお気に入りのポイントです。例えば右上のカラーをアイホール全体とかにこうわーって軽くぼかすだけでもうナチュラルメイクできます。ナチュラルに目元に深みを出して陰影を出してくれるようなカラーなので、ナチュラルメイクにしたいとか朝寝坊してとにかくでもメイクをしてる風に顔を見せなきゃいけないっていう時はもうこれをブラシにパーって取ってメイクするだけでメイクルックが完成します。しっかりメイクをしたい時は左下のゴールドカラー、結構これすっごい綺麗なんですけど、これをちょっと幅広めにのせてみるとしっかりとした印象になります。あとは締め色もねちょっとこうぼかしてあげてスモーキーな印象にしてあげてもよりこうしっかりメイクにもなるので、このパレット一つで本当に重宝します。あと私的にお気に入りポイントとして、私大体こういうパレットのハイライトカラーってなかなか使わないですね。でこれも見た感じちょっと白だし浮くかなって思うんですけど、実際肌につけるとゴールドのパールがすっごい繊細で綺麗で、白っていうよりもラメ感とツヤ感を与えてくれるようなカラーです。今日もハイライトカラー眉下とあとこの中心かな、目の中心にのせてるんですけれども、すっごくね繊細でキラキラっとして綺麗なので、より華やかな印象にしたい方はこれを広範囲にのせてもすごく可愛いと思います。まあ、とにもかくにもこのパレット全体的に色がすごく可愛くて、でもちろんスックなので粉質もすごくしっとりしてていいので、気になる方はぜひチェックしてみてください。次はチークですね。アディクションチークティントの001番です。これはですね本当に便利、チークにも使えるんですけどリップにも使えるようなアイテムです。でチークティントという名だけあって本当に取れないです。マスクしてても全然つくこともないし、取れることもないので、長時間ねマスクつける人とか結構こうマスク取ったり外したりっていうことが多い方にとってもおすすめなチークです。私今日パウダーチーク上から重ねてるんですけども、そういう時も一応下にこれを仕込んでおくと万が一パウダーチークが取れた時でも肌の血色感はなくならないし、まあちょっとこれ色がね温かみがあってこうナチュラルに肌の陰影つけてくれるようなカラーなので、まあ、すごく便利なカラーです。唇にも軽くこうポンポンポンって使っておくとリップが取れたとしても血色感だけは残ってくれるので、まあ、そういう面でもすごいなんだろうお守りコスメ的な存在で、私はこれね結構大好きでほぼほぼ毎日使っていました。いろんなカラーがあるのでメイクのバリエーションによってカラー集めて使いたいなと思うんですけども、結構ね1番だけでも私の中ではこと足りています。それぐらい大好きなアイテムです。そして次がパウダーです。パウダーは3アドバンスドエシリアルスムースオペレータールースパウダー2番のグローマットです。こちらはまあ上半期すごいいろんなところで絶賛されていて、いろんな方がベストコスメに選んだり、あとはまあ雑誌とかでも紹介されているのでご存知の方多いと思います。今話題の消えるお粉って言われるお粉です。本当に消えるんです。私結構パウダー苦手で、でもパウダーしないとペトペト感とかがあるから、まあ、とりあえずはパウダーをするんですけれども、でもなんかパウダーをするとせっかくいい感じのツヤ肌とかいい感じの質感ってなったのが一気に崩れることが多かったんですね。でもこのパウダーは私が今までしてきたパウダーまで積み上げてきたメイクを崩すことなく、それでもしっかりとこうメイクをセットしてくれるようなパウダーで本当に大好きです。最初使った時はこれついてると思って何回も何回もやっちゃったぐらい、それぐらいスッとお肌に馴染んでくれて重さもないし、お肌をなおかつ綺麗に見せてくれる、すごくスムースに見せてくれるアイテムで大好きです。でグローの方はラメが入ってるんですけども、全然ラメが気にならない、なんかこうギラギラした印象にならないので、例えばすごいラフなメイクをして白い T シャツで決めたい時も、結構ラメとかパールがあるパウダーだと全体のバランスをこう邪魔しちゃう感じがするんですが、これはそういうこともなくナチュラルメイクにも割としっかり系のメイクにも使えるパウダーで、すごくいい、グローだと思います。グロー?すごくいいラメ感だと思います。1番の方がカバー力が出るらしいので、カバー力出したい方、毛穴とかもっとしっかりとカバーしたい方は1番を使われるといいかもしれませんが、私とか結構こう幅広いメイクをするので、しっかりメイクもするしナチュラルメイクも大好きなので、そういう方は2番でいいんじゃないかなと思います。で2番を使ってでもこうしっかりと肌を補正したいときは、下地とかファンデーションとかで土台を作って、これはあくまでもこうベールをかぶせる的な感じで使うといいんじゃないかなと思います。とにもかくにもこれ本当に大好き。あとちょっと
今パフが汚れてるのであまり皆様にお見せするのはあれなんですけれども、あのね、パフがすごくいいんですね。まずふかふかで柔らかいですし、今までパウダー使う時ってこうパウダーパフになじませてからしっかりとパフをこうこすり合わせたり手の甲でこうパン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 ってなじませてからこうやんなきゃいけなかったと思うんですけど、これね、もうそのまま粉パンってつけて顔パンってできるぐらいパフの構造がしっかりしていて、なんかテクニックいらずで綺麗にベースメイクが作れるっていうのが私の中でもすごくお気に入りのポイントです。とにもかくにもこれ大好きなのでぜひ皆さんチェックしてみてください。そしてメイクアイテム最後がブラシなんですけれども、こちら資生堂のブラシになります。ちょっと名前がわからないのでテロップで出しておくんですけど、これはですねシャドーラインとかを引く、ブラシになります。私今までシャドーラインってうまく引けなかったりとかしてあんま好きじゃなかったんですね。あんまやってこなかったんですけど、まあ、やっても結局気に入らなくて上からリキッド引いたりとかしていて、でまあすごい時間もかかるし苦手だったんですけど、このブラシに出会ってからシャドーラインがすっごく大好きになりました。今日もこれでシャドーラインを作っているんですけれども、あのねすっごい描きやすいの、本当に描きやすいの、こんなにシャドーラインって描きやすいんだと思うぐらい描きやすいの、それ以上何も言えないぐらい本当にシャドーラインが描きやすいので、ぜひ皆さんこれは一度体験してみてください。今回はスックのやつで使ってて、スックのものがそこまですごい濃いわけではないのでこうがっつりラインっていう感じではないんですけど、こうナチュラルに目の形をスッと見せてくれるようなシャドーラインになります。アイシャドウによってはもうがっつり本当にしっかりとシャドーラインも作れるアイシャドウもあるので、まあ、いろいろ遊べますし、なんだろうね、本当に描きやすい、それしか言えない、それぐらいすごいいいのでぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。あのリキッドアイラインで跳ね上げやってもすっごい可愛いんですけど、でもやっぱこう全体のバランス見た時にシャドウの方がいいなとか、まあ、そういう時って絶対あるじゃないですか。そういう時にすごく重宝するものなので、はい、とってもとってもおすすめです。そして次はフレグランスなんですけれども、アイテムももちろんそうなんですけど、ブランドにとっても魅力を感じた、ものがあります。それがリベルタの香水です。私が持っているのがリベルタのソフトオリエンタルというあのちっちゃい方ですね、8ミリのものと、あとはフルボトルで持っているのがこれ私がカスタムメイドで私専用に作った香りです。リベルタはですね、まあ、ネット上で20個くらいかなの質問に答えていくと、その人に最適な香りっていうものを、選んでくれて、一番ちっちゃいサイズからこういうフルボトルまで、そこから買えるような香水のブランドです。で、まあ、たまに大きい都市、名古屋とか大阪とか東京とかではこうオーダーメイド、カスタムメイドのイベントもやっていて、実際自分がテーマを決めてどういう香水にしたいかって言って、あの調香師さんと一緒に香水を作るイベントとかもあります。私はそのイベントでこちらを作ったんですけれども、あのね、まずソフトオリエンタルがすっごい良かったんです。すっごいいい香りだったの。ちなみにこれ私自分で買ってなくて、彼と、まあ、このリベルトをなんかネットで見つけた時に、彼がなんか私を想像して質問に答えてくれて、まあ、結果一緒だったんですけど、彼がやった結果も私がやった結果も全く同じものだったんですけども、それでオーダーしてくれて、あのちょっと使ってみなよってくれたのがこの香水で、すっごいいい香りなの。なんだろう、柔らかいんですよ。すごいお花の感じの香りがして、柔らかい香りなんですけど、私あんまお花フローラルっていうのが苦手なんですけれども、そんな私でも使えるちょっとどことなくエキゾチックなセクシーな感じがします。で、私結構今までメンズものの香水をガチッと使ってたんですけど、本当に180度違う印象の、香水なんですが、そんな私でもいい香りだなって思える香りで、本当にこれは大好きです。香水に関してはまた別の動画出そうかなって思ってるので、またそこでリベルタとかに関して詳しく説明したいなと思うんですけども、これがその 8mm で、フルボトルっていうのはちょっとソフトオリエンタルチックかもしれない。それだけどもうちょっとこうパキッとした草の香りとかが入ってて、でも柔らかい印象の香りっていうのを作りました。テーマはこれはね、オフィスっていう名前をつけて、お仕事とかにも使えるような控えめの香りだけど、でもレザーとかの靴を履いたりとかタイトスカートを履いた時にもパキッと決まるような印象の香りを作りました。なのでお仕事とか、まあ、あとはちょっと大切な用事がある時とかに使いたいなと思って作ったのがこちらのフルボトルになっております。ちなみにこれを作った時に
あのミニボトルも作れたので、ベースの香りを同じにして、でもちょっと変えて彼専用の香水も作ってプレゼントしました。で彼もそれを今使っているので、ちょっとしたお揃いみたいな感じで、あの香りも楽しめるので、ぜひ皆さん身近にあのリベルタのイベントとかあったら行って作ってみてください。あとはね、もちろんネットとかでもできるので、もしよかったら診断とかしてみると楽しいかもしれません。そして最後がボディケアなんですけれども、ボディはデリケートゾーン用のこのオイルです。でこれがオーガニックボタニクスのバージノルっていうデリケートゾーン用のオイルです。で私結構デリケートゾーンケア、今まで自分の中では専用のソープを本当もう私小中学生ぐらいからちゃんと使ってるので、私ちゃんとしてるしと思ってたんですけど、まあ、全然ちゃんとしてなくて、でまあやっぱ年齢を重ねることとかに匂いとか、あと蒸れとかすごい気になって、どうしようどうしようと思ってたんですけど、これをねあの塗るだけで結構こうトイレ行った時に下着を脱いだ時にわって香ってくる香りとかが全くなくなってきたので、これはねすごくおすすめです。でこれは粘膜にも使えるやつなので、しっかり中に私は塗り込んでます。でオーガニックのものだし、あこれコスメキッチンで買えるのでね、これ自体はねネロリの香りがするし、で全然重くもないし、本当にあのこれ出会えてよかったなと思います。でまあこれを機にいろいろ私結構今デリケートゾーンのケアをしていて、まあ、年齢っていうこともあるのでいろんなものを使ってるので、それもまた動画にできたらなと思ってるので、皆さん楽しみにしていてください。以上が駆け足になりましたが、2021年上半期の私のベストコスメでした。皆様の参考になれば嬉しいです。皆様のお気に入りのベストコスメもありましたら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の更新になりましょう。バイバーイ。